キリエはキリシア語のカッパローイオタの古格カッパローイオタイプシロンをラテン文字で表したもので主要を意味する。またキリエはキリスト教の礼拝における重要な祈りの一つ。日本のカトリック教会では第二バチ観光会議以降天礼の日本語化に伴い哀れみの参加と呼ばれる。日本正教会では主哀れめよと訳される。東方教会の方針例では主哀れめよ。 もしくはこれに相当する文言は、最も頻繁に唱えられる文言である。この祈りは、イーススの祈りの短縮版とされる。イーススの祈りは、東方の教派でよく用いられ、現在では、西方教会でもしばしば用いられている。西教会系でよく用いられる伝統では、神とは、主、憐れめよと応答する。伝統の種類によっては、十二回、あるいは四十回も、主、 哀れめ誉を繰り返すものもある。なお、造蓮党では、途中から、主、玉誉に、応答の言葉が変わる。また、キリエレーソンの文言は、コプト聖教会でも古くから用いられている。聖法教会でいう、キリエの祈りは、キリエで始まり三節からなる、祈祷文である。キリエの祈りは、カトリック教会のミサや、ルター派やアングリカンコミニオンの多くなどの他の宗派の、 天然の中で用いられ、司祭などの先導で信徒により復唱される。ヨセフ・アンドレアス・ユングマンをはじめとする神学者によれば、カトリックのミサにおける、キリエは、ミサの最初に行われていた、東方教会のものとよく似た伝統の名残であると、推測されている。西方教会では現在では、キリエは、通常、現地語で唱えられるが、歴史的にはギリシャ語を、ラテン語に本授したものを、 ラテン語ミサで用いていた。伝統的には各文が3回ずつ唱えられる。三行が3回ずつ歌われることは3位一体を念頭に置くものである。ローマ典礼では、キリエは通常文の早い段階、クいアラの祈りの次に唱えられる。ただし、第二バチカン公会議での改革以降のミサでは、クいアラの祈りの C 型にキリエの文言が含まれるので、 この形を用いるときには、キリエは重ねて唱えることはしない。また、洗礼時の冠水の儀式では、悔い改めの祈りと、キリエは、共に略される。1969年まで、広く行われていた第二バチカン公会議以前の、トリエントミサでは、キリエは、通常文の中で最初に歌唱される祈りであり、ミサ曲の必須要素であった。ミサ曲の、キリエは、 天霊文の対象構造を反映した三部形式の構造を取ることが多い。今日でもキリエはガントル、合唱隊、シントによって歌われることがあり、その形はグレゴリオ聖歌からフォークソングまで幅広い。キリエは聖歌の歌詞として非常に人気があった。226のグレゴリオ聖歌の旋律が残されており、そのうち30はリベルーズ・アリスに収められている。 最も古い形と考えられている成果では、同じ旋律が8回繰り返された後、その変形が最後に歌われる。こういった繰り返しは、ローマ数字を用いて EIJ などと示される。リベルーズ・アリスに収められるレクエムミサのためのキリエではこの形が取られている。より広大のキリエでは、トリプル a、BB、b b ル a やトリプル a、BB、b b b c c c あるいは、A, B, A, C, D, G, E, F, E など、より複雑な形式をとっているが、ここでも、最終行は常に何らかの変形を施されている。場合によっては、これは続くグロリアへの滑らかな移行のためとも、解釈されうる。また、リベルーズ・アリスのほぼすべての、キリエでは、テキストがすべて、エレーソンで終わることを反映し、ほとんどすべての行の最後に、同じフレーズが置かれている。 テキストが非常に短いことから、キリエは、しばしばメリスマを凝らしたものとなっている。このことが一因となり、後の作曲家たちは、メリスマに言葉を足したり、メリスマを引き伸ばして、キリエからトロープスを作曲した。実際には、多くのキリエは、楽譜の成立年代が遅いために、そのキリエの旋律が先に成立したのか、トロープスのテキストが先に成立したのか明らかでない。 場合が多く、調べる様式の歌が、キリエのメリスマに転用された可能性も否定できない。場合によっては、キリエとエレーソンの間にもそれぞれトロープスの歌詞が挿入される。ありがとうございます。